皆様、本日は愛のフェスティバル2019にご来場くださいまして誠にありがとうございます。愛のフェスティバル2019は会場内でさまざまなアイヌ文化に触れ体験していただくことで、2020年4月24日に白老町に開設される民族共生象徴空間ウポポイを多くの皆様に知っていただき、実際に足を運んでいただきたいとの思いで開催しています。これからの時間はアイヌの伝統的生活住居を再現したチセの前をアイヌ語で村を意味するコタンの中央広場に見立てて、アイヌの古式舞踊と楽器演奏をご覧いただきます。こちらのチセは伝統的生活空間の再生を目指すアイヌ民族文化財団の監修全面協力により、本物さながらのクオリティを追求して制作いたしました。アイヌの古式舞踊は1984年に国の重要無形民族文化財の指定を受け、さらに2009年にはユネスコ無形文化遺産にも登録されています。今日は歌と舞踊、伝統楽器の演奏のほか、会場の皆様にもご一緒に参加いただける和踊りも行います。ぜひ皆様お気軽にご参加ください。またこのステージの後にはアイヌの伝統的な食べ物シトというお団子の試食体験も行います。整理券受け取られた方はどうぞ楽しみにお待ちください。さあ、本日は千歳アイヌ文化伝承保存会の皆さんにお越しいただきました。千歳アイヌ文化伝承保存会は平成2年に結成して以来、アイヌ古式舞踊を中心に活動を始め、現在までにアイヌ語教室、刺繍教室を開設し、アイヌの生活用具の制作や地域に伝わる伝統儀式、儀礼を復活させるなど、積極的に伝承保存活動を行っています。アイヌとはアイヌ語で人間という意味を持つ言葉です。アイヌの人々は豊かで厳しい大自然の中で独自の生活を営み、自然から学び取った知恵や工夫、習慣や信仰は親から子へと大切に伝えられてきました。その一つに舞踊があります。千歳地方で伝承されている歌と踊りの中には、他の地方には見られない千歳独自のものも残されています。それでは千歳アイヌ文化伝承保存会の皆さん、よろしくお願いいたします。タプカラという踊りをご覧いただきました。この踊りは祭りの後に男性が腕を上下し、足を踏みしめながら力強く踊り、神々への感謝を表す踊りとなっております。続きまして、ムックリの演奏です。ムックリはアイヌ民族に伝わる楽器です。自然の 雨音や風の音を表現したり、好きな相手へ思いを伝えるため演奏します。それではどうぞお聴きください。Oh,
して、祖先に伝わります子守歌を歌わせていただきます。途中、もころもころという言葉がありますけど、それはあの年々ころりよという感じでしょうかね。で、いてきちしのっていうのは泣かないで眠りなさいという意味になります。おおるほほほおほるほほほもころもころほほほもころもころほほほビリカのもころほほほおほるほほほおほるほうほうほうもころもころほうほうほうもころもころほうほうほうビリカのもころほうほうほうでもころやくほうほうほうくといたくすねなほうほうほうえもねやかほうほうほううさまえほほほビリカエクほほほエチエレクスネナほほほイテキチシノほほほおほほ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 ほうほうもころもころほうほうほうビリカのもころほうほうほうありがとうございます。続きましてクーリムセ弓の舞。ある日森に狩りに出た若者が弓を持ちながら草をかき分けて進むと木陰からパッと鳥が現れました。しかし優しい若者はあまりに鳥が美しすぎて射ることができなかったということを表現した舞です。Yeah.
続きまして、ウポポホリップをやらせていただきます。ホリップは座り歌で、千歳では21曲ありますが、その中から8曲を披露させていただきます。続いてホリッパ和踊りですね。最後の曲でカムイランナーという意味が、ありまして、人間が仲良く踊っていると輪の中に、神々が降りてきて一緒に踊ると言われています。カムイランナーと歌いながら神々を手招きする動作が入ってきます。踊りの時には途中で皆さんも一緒に踊ってください。よろしくお願いいたします。Oh!
Thank you.